いやあ、せつなきゅうすけだよ。今回は心の心、やっていきたいと思います。曲をたどると。まあ、こんな感じで、前回、心の家で、まあ、心があの港に行った理由が分かったところで、シーサの家行くんだったな。こっちかな。なんか初めて見るのおる。増悪の、なんだっけ。増悪のラバーに、後悔の総員、失望のミッシー。ミッシーやって。全然ミッシーっていうような可愛らしい名前で、見た目ではなかった。なんだこれ。後悔の総員ってやつから倒そう。後悔だろ。後からか。憂鬱か。憂鬱に効く不安で攻撃。正解。あ、一撃で倒せんようになってる。よっしゃ。増悪。剣王か。剣王に効く孤独で攻撃。正解。一撃。で、こっちは失望。失望。不安で剣をで攻撃か。あ、違った。失望か。これも剣をか。でもって剣をいつ行くとく。あ、違う。憂鬱攻撃。憂鬱だって。よっしゃー。最後もなんか考えてなかったりするけど、まあいいや。ここだったっけな、シーサの家。よな。天才肌メーカー、シーサの家。なにこれ、虫たかっとる。あー、出て。今もしかして、心のことが心配になって飛び出していった感じかな。今のは、シーサさん。一体どこへ。多分、過去心のいるところ。手に何か機械を持っていたから、あれで各心の居場所を見つけたんだと思う。それならシーサさんも居場所がわかるんじゃ。ごめん、心、私にはわからないの。シーサさん、なんでわからないか、それすらもわからない。何がどうなって。ひとまず後を追いましょう。町の南へ向かっているようですね。まあ、先にこっち調べてみよう。虫がたかってるぜ。あ、そういうんじゃなかったわ。そういえばここに花の種をまいたんだよ。なかなか咲かないけどね。早く咲くといいな。こーん、悩みの知識、シーサの悩み事。今の悩み事。悩み事にしてはちょっと小さいというか、なんというかやね。これじゃないわ、エンチャント。悩みの知識、精神耐久。悩みがなかなか叶わんけん、耐久力があるって感じか。どうしようかな。このままでいくか。っていうわけで、過去心のところに行くんやけど、どこへ行けばいいんだろう。あ、敵。どこ？あ、下の方に出ていくんかな。あ、回復処方。あー、おーし。ちょこちょこアイテムも増えようよな、なんか。とりあえず回復。で、セーブ。アイテム見とこう。戦闘不能から復活させる死神の薬草が2つ。孤独と剣を捨てと回復させる陣痛剤に興奮剤を1個のまま、ラベンダー剤っていう HP 回復のアイテム。魔法で、というか特殊技能で回復できるようになってきたっけ。さらに回復アイテムが必要なくなってきたんやけど、こっちかな。まあ盗賊の降りそうな方やもんな、こっち。谷とかそういう感じじゃ。何、心大丈夫、どうかしたの。
わかりません。急に頭が痛く、でもなんだか感じるんです。感じるって何を？この先に何かが、おそらく全ての元凶たる私の記憶、そしてシーサさんの記憶が、この先に、お、行きましょう。どの道引き返すことはしたくないです。これはもうラストの予感なんか。これこのゲームどっちかっていうと短いゲームらしいんやけど、もしかしてラストスパートのやつなんですかね。ラストスパートのやつだね。おーし、あー、こっちに心がたくさん、心と小さな心が、もうややこしいけどね。この先には行けないようです。この周辺に盗賊山のアジトがあるはず。そう、まだ迂回しろってか。こっからどうやって迂回する？こっちやな。それっぽい気がするな。オゴロとシーサーがレベル5にアップ。シーサーはバーストを覚えた。ネージを覚えた。2つも。なんだこれ。バースト。爆発を起こして攻撃するやん。剣王の性質か。芸術は爆発だって言い始めたらしいさ。ネージュ、ネージュは氷。氷の世界か。属性付きの特殊攻撃だ。こっちかな。お、こっちっぽいな。アージト。おーし、やたら心がダメージ受けてるぜ。スキル、シリサさで、あれ？リフレッシュ使えん。マジで。スキルってこういう戦闘外じゃ使えんかったっけな。お、まだイベントや。このゲーム、ちょいちょいイベントがあるけん、こっちに行ったらいいんじゃってわかるんがいいよね。シリサさん？どうかしたんですか？透明になっとるよ。ねえ、心。透明なのは最初からか。さっき言ったよね、この先にあるのは私と心の記憶だって。ええ、それはもしかしたらちょっと違うかもしれないの。どういうこと、どういうこと、違う？この先にあるのは確かに心の記憶、でもそれは私の記憶ではないのかもしれない。どういう意味ですか？私と心は同じ時間を共有したはず。けれど、そこには確かな違いがあるということ。私、覚えていないんだ。心にプレゼントをあげたことも、心がさらわれたことも。え？心はひどい目にあったあのビッグイベントを忘れるなんて。え？その日の記憶だけがないの。前の日も、そのまた前の日もあるのに。ねえ、心、これってどういうことなのかな？まるで私が私じゃない気分だよ。こんな大事な記憶を忘れている私なんて。落ち着いてください、シリサさん。きっと私に同じで記憶を失っているだけですよ。例の光にやられていたのかも。だったらどうして私は思い出せないの？どうして私の記憶はこんなにあやふやなの？それになんだかおかしいの。心が記憶を取り戻すたびに不安になっていく。今の私の記憶がだんだんと霞んでいく。もう私はあの日から先の記憶を思い出せない。どうして？何かあったんやろうか。全然何かわからんけど。シーサさん、先へ進みましょう。この先で何があったのか、なぜ私とシーサさんの記憶は違うのか、それのその全てを知らなければいけません。もしかしたら真実は私たちが思っている以上に残酷で儚いものなのかもしれません。それでも私たちは探しに行かないといけないんです。どうして心はそんなに強いの？私は弱いよ。辛くて泣きそうだよ。この先に待っているのはきっと私たちには辛いことなんだよ。だからこそ
です。辛い記憶だからこそ私たちは知る必要があります。辛いことに目を背け、楽しいことばかりを目に向ける、それは悲しみのない幸せなのかもしれません。でも私は本当の意味でシーサさんと友達として生きていたいから、まがいものの記憶じゃなく、まがいものの私じゃなく、本当の私と本当のシーサさんを知りたいだから。大丈夫です。どんなに辛くて残酷な記憶でもシーサさんには私がいます。さあ行きましょう。私たちの記憶を紐解きに、真実を知りに。心、ごめんね。なんだか少し楽になったよ。行こう。私はもうくじけない。私はもう逃げないよ。というわけで、なんかあったわけですが、それを立ち直らせる心です。おっとか言ってるわけで、特に戦闘。おお、して、あ、心、いつもにか HP めっちゃ減ってる。あかんぞ、そんなの。やらせんぞ。これか。OK。これで、お、あの洞窟、もしかして盗賊のアジトになったんちゃうん。来たな、これ絶対。あ、盗賊や。普通に盗賊や。で、シーサさや。ああ、これは昔シーサの方やな。見張りは一人か。ちょうどよくサボっているみたい。心？あんなところで寝かされてる。やっぱりこいつらにさらわれていたのね。待ってて、今は助けるから。ああ、スニーキング。橋を通って気づかれないようにしてる。お、たどり着いたわ。心、しっかりして。お、シーサさん、ここは？静かに、ここは盗賊団の巣よ。心はこいつらにさらわれていたのよ。幸い、あいつらは留守みたいだから、今のうちに逃げましょう。シーサさん、私のためにこんな危険なことを。安心するのも礼を言うのも、まずはここから逃げ出してからよ。急ぎましょう。見張りが起きちゃうわ。おった、そうはいかねえぜ。あ、見張りまだ寝てんのかい。いい加減起きればいいのに。起きた。そっちのお嬢ちゃんの商談をまとめて、急いで帰ってくれば、これはなんてめ。金ではなく、新しい獲物まで持ってきてくれるって、なかなか優秀な商品様じゃねえかよ。あ、寝とるわ、こいつも。あの見張りまだ寝てる。ほら、さっさとその役立たずを叩き起こせ。へい、ほら、起きろや。役立たず扱いされたやつ、起きました。んば。頭。すまねえ、侵入者か。あ、構わねえよ。それより大事な商品が増えたんだ。こいつもいい値で、ね、売れるといいがな。シーザスさん、この後どうしたんだろう。すっげえ気になる。ああ、アイテム使ったばっかなのに、魔法の回復のポイント、セーブポイント。ああ、アイテム無駄遣いして気分がした。というわけで今回は時間なので、ここら辺でご視聴ありがとうございました。週明け